どうもワニです。そしてこちらは我が家で飼育しているケズメリクガメのタロイモちゃんです。いやお前ちゃん重てー。もう随分ね成長して重たくなりまして、前回、まあ、約1年前体重を測った結果 14.9kg でした。そっから約1年間ご飯もりもり食べてくれてましたが、体重が何キロになったのかリクガメたちの身体測定をしていきたいなと思います。よいしょ。何キロだ。おお、17.1kg。 おー重たくなったね。まあ2kg ちょっと、よいしょ、増えましたね。大きくなった大きくなった。好調で言うと43センチくらいかな。次はこのケズメリクガメのオスのモチ君。この子は前回 12.4kg でした。今回は 12.8 ってとこか。 400g しか増えてないの。あんたいっぱいご飯食べてんのに。タロイモよりも成長スピード遅いですね。まあ結構いい年なんでね、もうタロイモは6歳だけどこいつは15歳ぐらいなんで、もうあんまりこれから成長は見込めないのかもしれないですね。次はこちらのアルダブラゾウガメの黒イモちゃんなんですけど、この子だいぶでかくなってるはずだよ。好調前回ね33センチだったんだけど、今もうこの辺か、この辺からだから41センチくらいありますね。体重が前回は 7.3 キロぐらいだったんですけど、もうだいぶ重たい。10キロいってんじゃない？16キロ。マジか。9キロぐらい増えてるってこと？ああ、重てえ。そりゃ重てえわけだ、お前。一気に大きくなったね。アルタブラゾウガメの成長スピードすごいね。今までさ、基本的に室内で家で飼育した時はそんなに成長スピード速くなかったし、ご飯もそんなに食べてなかったんだけど、やっぱり爬虫類館で屋外で飼育するようになってから一気に食欲も増え運動量も増えて一気に大きくなりましたね。でかくなったなと思ってたんですけど、まさかそこまで大きくなってるとは思わなかったね。これからもっとどんどん大きくなってくれるのが楽しみですね。次はアルビノケズメリクガメの白芋。前回は高長20センチ程度でしたが、今はでもそんな買ってないか、23センチってとこかな。3センチアップ。体重が 1.3 キロぐらいでしたが、今はおほほ 2.8、 倍以上になってる。なんかそんなに大きくなってる感じしないなって気してましたけど、他のやつらがでかいだけ で黒芋の成長スピードがやばいだけで、こいつもしっかり倍以上ですからね。大きくなってますね。アルビノのケズメリクガメ飼育難しいよって言われてましたけど、今のところ全然順調に育ってくれてます。ギリシャリクガメがアカアシガメのベニイモに逆ってますね。ベニーも前回好調は19センチぐらいでしたが、今回は21センチくらいになってますね。2センチくらい増えてます。体重がちょっとごめんけど繁殖はお前らじゃできないし、まあ、チンチン出してないし身体測定したいからどかすよベニーも。はい、じゃあ赤足亀ブラジリアンチェリーヘッドの 883g でした。今はおお 1.3 キロ400〜500g 大きくなってますね。普通に順調に大きくなってると思います。まだちょっと繁殖には使えないサイズかなと思いますけど、こいつ一回チンチン出したことあるんで確実にオスなんで、今メスのね卵を産んでる赤足いるんで、もうちょっと成長して繁殖できるようになってくれたらいいですね。今ちょっとこのね亀の放牧場の小屋の中見てたら、木足がなんか変な行動してるなと思ったら、よく見たらこれ卵を産んでますね。これ今まさに変なところに産んじゃってる、まあ、今ここにね木足のオスとかいないんで交尾してないんで無精卵だとは思うんですけども、また卵産んでます。産んでる柵の反対側の方が見やすいぞこれ。産んでるちょうど今まさに木足亀が
はい、一回ね産み終わったみたいなんですが、何個だ、4つかな、うん、産んでましたね今回。とりあえずこれは回収して、まあ、一応様子見ましょう。はい、じゃあここに印をつけて湿らしたバーミキュライトに置いて管理していきます。 OK。 はい、というわけでね、このデューレプタルさんのインキュベーターに入れて温度を一定にね管理した状態で様子を見ていきます。このキアシガメのキイモはね、前回身体測定とかしてないですが、高長が30センチ、体重が今 4.9キロ か、軽いね。まあ、この子ももうね10何歳らしいんで、これからそんなに大きくなるとは思わないんですけども、一応測っていきましょう。今後どうなっていくか、元気いっぱいなんでね、健康ではあります。本当に綺麗なカメだなこいつ。次はこちら、うちで最もでっかいリクガメ、ケヅメリクガメのデカイモくん。こいつはね、うちに来た時78キロだったんですけども、そっからもご飯もりもり食べてるんで、結構増えてんじゃないかな。へい、はぁ、はぁ、もうちょ、はぁ、オッケー。あ、でも79ぐらいか、意外とそんなに増えてないな。1キロぐらいしか増えてないんだ、うち来てから。はい、あー、よいしょ、あー、あんなにもりもりご飯食べて1キロしか増えてないんだ。これでまあでもそろそろ成長ストップなのかな。見ても重すぎて、こいつちょっと体重計に乗せるだけで汗だく。じゃあ校長はだいたいですが、まあでも校長こそ変わってねえな、70ぐらいですね。これからもっと大きくなるためにどんどんご飯を食べてくれ。タロイモはまだまだ大きくなりそうだからな。はい、というわけでね、我が家のリクガメたち、今年もまあ順調にみんな成長してくれてます。もちくんはちょっとこれ以上の成長はあんまり見込めないかもしれませんけど、まあでもちょっとずつは成長してますんでね、うん、また今後もね、リクガメたちの成長記録動画にしていきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。